レーニングしてます。だからそのトレーニングをリードの本気シューズ。リードの本気シューズ。こんにちは、クライミングチャンネルです。今日は小竹芽衣選手にお越しいただきましたので、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。これ外もノースだったんで。あ、そう、これもノース。ボタンがね。気づかなかったわ。ノースフェイスって書かれてる。基本的にこのクライマーメーカーっていうのは、うん、あのインスタグラムでこう撮ったあのアンケートの回答をもとに質問を作って、それでこう答えてもらうっていう企画なので、はい、あの本日はいろいろお答えしていただくかもしれないんですけどよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ最初、まあ、あの柔らかいのから、あの出身は北海道。北海道。もちろん。ね。北海道札幌市。札幌市土産子だもんね。土産子。今日も朝飯やるじゃん、干し芋食ってた。干し芋茨城県とかの。あ、そうか。そうか。そうか。いつこっち来たの？こっち来たのは大学入学の時。うん、じゃあもうあれか、3年前とか、もちろん4年、うん、結構そんぐらい前だよね、うん、で、あの辺の赤羽に住んでたんだ。そう、最初は、今はもう住んでないから言うけど今は、そっかそっか、赤羽に今は住んでないけど、赤羽に住んでて今は、あの今は大丈夫、あの言わないから近所ご近所さん、ね、クソ近所だね、うん、びっくりした。俺がチャリで 通勤してるところの、あの途中まで一緒だから、うん、これ以上行っちゃうとまず住所特定しちゃうからっつってじゃあねって書いてある途中でね。で高校まで北海道だったの？高校まで北海道だけど、うん、高校で1年間アメリカに行ってた。あ、そうだったんだ。アメリカに、あ、てか行ってたもんね。あ、アメリカだったんだ。そう、アメリカのフロリダに留学してて、うん、フロリダに何しに行ってたの？またクライミングしたくて行ったんだけど、うん、あそこないよね。うん、なかった。東海岸ってあの上の方はそのニューヨークとかあっちの方は、うん、ガンクスとかあるんだけど北の方ですね。そう、なんもなくて。北の方フロリダとかね。そう、フラットだから。なんもない。山もなければ岩もないし。しかも雨めっちゃ降るよね、あそこ。うん、海しかなくて。最悪だよね、うん。あそこはクライミングじゃなくてあのサーフィンの方がこう、そうそうそう、上だからね。で、本当はクライミングはちょっと海外でしたって留学決めたんだけど、うん、ホストファミリーがフロリダに住んでる人になっちゃって、うん、だからクライミングはお休みちょっとして。あ、そうだった、その間、うん、結構クライミングお休みしてる。うん、年に3回か4回かそれクライマーじゃないじゃんやったけど、その頃何してたの？じゃあクライミング勉強を。勉強してたの？勉強、いや勉強してない、ソフトボールやってた。ソフトボール経験者。ソフトボールをずっとやって語学勉強、うん、一応語学勉強だから、うん、語学留学英語勉強して運動したいからソフトボールやってウェイトリフティングもちょっとやって。ウェイトリフティングやってたの？手話手話いろいろやってたね、うん、まあでも楽しかったでしょその間とか。うん、今思えばね、今からじゃできないもんね、なかなか。うん、さすがに。まあでもそのおかげでなんかちょっと英語できるようになったから、うん、よかったね、うん、海外行っても喋れる。海外の大会行っても喋れる。喋れる。その時のやつが生きちゃうね。友達が増えた。友達が増えた何よりそれが大事な、うん、はい。今の所属は？あ、所属一応会社、はい、会社に一応正社員で入ってて、うん、SSK フーズ、コンペとかでね、あの学校名とかじゃなくてね、SSK フーズっていうのね。ドレッシングとかマヨネーズの会社。うん、あれこれ何なんってみんな思ってるもんね、うん、静岡では結構、うん、静岡の会社、日本社が、うん、でそれは結構有名だけど、まだこっちにはあんまり、うん、よく見るとね、もうプライベートブランドとかも欠かさってて。そうなんだ、うん、へえ。そう、で、まあそこの正社員で、うん、もあり、まあ、所属先でもありっていろいろサポートして、まあそこでまあなんつうの、クライミングをすることはまあもちろん認められてるんで、ね、それが仕事みたいな感じ。お、夢だねまあプロクライマーだよね、うん、完全にその肩書きは、うん、いやー羨ましいこと。リードとボルダー今どっちがメインですか？うん、今リードかな。今だね。今、うん、まあずっと両方やってたから、うん、どっちがメインってわけじゃないけど、やっぱり去年リードでちょっと頑張って成績出したから、うん、ちょっとリードの方に
重重、うん、まあ重きを置きたいね。重さ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 ね、重さね、重りはね、重りだそうで、実力が一気に伸びたのはいつ頃ですか？実力が一気に伸びた、インスタグラムからなんです。実力が、まあでも成績が出始めたのはこっちに来てから、東京に来てから、成績がというかワールドカップで決勝に行けるようになってきたのは東京に引っ越してきてからかな、うん、ボルダーで一回も予選落ちしなかったり、2年間ぐらい。 なんで東京パワーなんでなんだろう。でもなんでなんだろうな、実力が、実力というか本当に強さがすごい上がったとかっていうわけじゃない気がする。何が、何が、気持ちかな、気持ちの部分、東京に来て何かがあったらしいよ。大人になったのかな東京に来て大人になったらしいね大丈夫、これ使うからリードが伸びたのは今年で、まあ、なんか肩怪我してボルダーで、まあ、結構パワフルだったり遠い課題が多くて肩怪我して、でリードのトレーニングとかインナーとかやるようになったら、リードが強くなった。リードは、はい、上がったな。おー、ちょっと痩せてたな、これは。その頃はちょっと痩せてた世界選手権の頃は、うん、結構私のクライミング人生の中では痩せてる。痩せてるし、ちゃんと筋肉もついててバランスが。それは何、モチベーション的になんかそう、うん、モチベーションで全然辛くなかった、痩せる。クライミングってモチベーションなんだね、うん、はい。指皮のケア、何かしてることはありますか？血まめができたら潰すとか。血まめができたら潰すとか違うかな違う、いや、まあ、多分あの聞きたいのはその指皮が、あ、普通に先っちょが、あの先っちょが赤くなった時に、まあ、寝る前何してるかとか、そういうお風呂とか、うん、銭湯、うん、とか行くとあんまりお湯につけない。なんかつけてふやけたらすぐ負けちゃうから、おお、あまり湯船にこうつけない、湯船につけない、指皮がこうやってこうやってじゃあね、じゃあね、手だけで、手だけで、うん、あんまりでも特別な、私のそのいつも登ってるホームジムがそんなにフリクションのあるところじゃないから、うん、普段はあんまり。ちなみに普段どこで登ってるの？普段はライのが多い、ライアンドバード、はい、西日暮里、西日暮里、フライアンドバード、トレーニング期間はシーズン始まるともういろんなとこで、うん、そうだよね、全然セットしちゃうからね、するけど。西日暮里ね、あそこのジムはまあ強くなるよね、うん。登ること以外にしているトレーニングはありますか？あー、トレーニングしてますだからそのトレーニングをトレーニングを知りたい方々がいらっしゃるのでトレーニングしてます、うん、なんか どんなトレーニングを？私は最近はインナー、うん、インナー結構、うん、肩のインナー、肩ね、肩の方、肩結構大事、遠いのとかも大事。あ、そうだね、私は確かに女性のリーチ短いくらい前とか、うん、必然的に遠くなっちゃうもんね、うん、なんか大きい筋肉は私はすぐ ついて、うん、ゴリゴリになっちゃう、ゴリゴリになっちゃうけどインナーはなかなかただ登ってるだけじゃつかないし、インナーをしっかり地面でやったらクライミングでも使えるようになって、お腹も大事お腹も大事お腹も大事。具体的にどういうトレーニング方法なの？重りを使うとか使わない？いや、どういう、あんまり重りは使わない、まあ、それこそセラバンド、あ、あのこういうやつ、テロテロの赤いやつを使ったのとか、あと、そう、何どうしたの？あのね、うん、肩甲骨、ほう、よく最近言われてるじゃないですか。ああ、肩甲骨、ね、肩甲骨出ればいいみたいな。あ、立甲、立甲、それが、うん、私逆で、うん、そう、出すぎちゃうの。出すぎちゃう、出すぎちゃって、普段も出ちゃって、普段も出てんの？そう、エヴァンゲリオンみたいな感じ。ほんとほんと、いや、でもだいぶ良くなったんだけど、でも浴場肩甲骨って言って良くなくて、それは、なんか抑える筋肉がないみたいな、出ちゃって、本当はこうなるんだけど出ちゃってる、制御不能そう、で、その出てるのを、まあ、こうやって抑えるトレーニングとか、私はほうほうほう、肩甲骨全部抑えるトレーニング、抑える、だからちゃんとこうやって背中を引ける、こっちの背中の、うん、この辺の肩甲骨周りの筋トレみたいな、うん、とかもしてる。出すぎちゃう人いるんだ、うん、
そういうの多い、そういう人いるの結構多いの、私会ったことない、確かに、だから共有できる人できるのに、できる人がいないと何か助けてあげてこうやって肩甲骨を置いちゃうんだよ、それはやめた、これ肩甲骨こうやって椅子に置いちゃう、そう、それは良くなさそうだね、そう、や、浴場肩甲骨が出てるからこうやってできちゃう、できちゃう、それはやめた、そんなことしてるんだ、懸垂もするけど、懸垂どういう風にやってる、普通に普通にあのいっぱいやり方あるじゃん、ここで止めるとか伸ばして伸ばすとか、こう上げるとき早くしてゆっくり下ろすとか、まあでも幅とか結構幅、幅とかカッチスローパーとか、うん、フリーズ回数いっぱいやる日もあれば、うん、まあ日によって回数は違う、まあその時によって、登り終わった後にやる、いや登る前か登らない日、あ、懸垂は登る前か登らない日にやる、うん、私はじゃなきゃ、登り終わったら疲れちゃってるから、疲れちゃってると最後の追い込み的な感じでやる人多いけどね、あ、昔はそうだったけど最近はそうだった、インスタのファンからその笑顔の秘訣は何ですかっていう、笑顔の秘訣何なの、わからない俺もよくわかんないんだけど、笑顔でも写真見るといつもなんかなんかニコニコニヤニヤしてるよね、ヘラヘラしてるのかな、ヘラヘラしてる今もしてるからね、ヘラもしてる、あんまり、でもコンペ中は怖い顔してる、コンペ中は怖い顔してる、うん、そう、うん、多分ちょっとあのインスタで拾ってくるわ、コンペ中怖い顔してるやつあれば、でもな、笑っちゃうと登れると嬉しくてまあでもいいことじゃない、顔に出るのは、うん、楽しいから、うん、一緒にいて分かりやすいもん確かに、食べ物で気をつけていることはありますか、まあ、はい、何気をつけてるの、まあ、食べ過ぎない、食べ過ぎない、体に悪そうなもの食べない、あんまり体に悪そうなもの食べない例えばどういうのが体に悪そうなの、なんか私結構スナック菓子とか砂糖いっぱいあるの食べるとなんか体が重く感じちゃうから、それならフルーツとか、うん、芋とか干し芋とか、ね、自然な甘いものを食べるかな、昨日焼肉食いまくって、昨日焼肉大会はヒデさんとあやちゃんと麻婆麻婆と散々食っといて、うん、食べ過ぎません、うん、でも登った後はそう、登った後はタンパク質、登った後はタンパク質大事かな、登る前炭水化物登る前炭水化物、登った後はタンパク質、タンパク質一応栄養素持ってるから、あ、そっか、変なこと言えない、登る前炭水化物っていうのはどんなの、おにぎりとか、おにぎり、バナナとか芋とか芋ちょっと重たくなりすぎるあ、そっか、バナナとか、うん、なんか体動かない、エネルギーないと動かないし、コンペ前、うん、コンペ前ってどういう風な調整をしてるの、食べ物でもトレーニングでも、そう、全体的に、でも気持ちが大事かな、気持ちが大事なるほど、どういうことそのコンペに向けて、もちろんコンペに向けたら大体調子も上がるし、うんうん、まあ、それに向けていろいろやってきててっていうのもあるけど、もう来週だってなると気持ちが上がると調子も上がってきて、うん、おー、いいね、エコだね、うん、だから気持ちは切らさないように、気持ちは切らさないように、なんか余計なこう雑念があるとダメだね、そう、雑念雑、そう、ちゃんとトレーニングしないとなんか私懺悔タイムにしてしまった、懺悔タイム登る前にああやってしまった、あの時もっとあれやっとけばよかった、あれ食べなきゃよかったって登る直前に思っちゃうから、うん、それがないように、それがないようにするのを心がけてると、うん、これさっきも聞いたの、なんでいつでも面白くて楽しそうなのか、面白い、でもなんか面白いっていうか、あやちゃんとか、うん、変なのあげるからあ、あれか、あやちゃんに揚げ足取られてんのかあやちゃんが面白く仕立ててんのか、仕立ててるのかもしれない、そういうことかもしれないね、あやちゃんに聞こうか、なんでいつもそんなことするのふざけて、友達同士のふざけてるのを、うん、そこだけピックアップされる、あやちゃんがあそこだけ聞いとるもんね、うん、そういうのうまいからな、面白い、変なキャラになっちゃうじゃん、確かにね、いいんだよメイクはそれでっていうまあでもそれでね、そのキャラで愛されてるからこう質問がいっぱい来るわけで、まあ
それだといいんだけどね。ね、うん、いいんじゃない。リードでうまくレストできません、疲れないレストってできないんですかね。よく俺も聞かれるよ、そのレスト中にこう、うん、持ってる方の手がどんどんパンプしてって、また持ち替えてもこっちがパンプしてからレストにならないって、ね、あ、よく聞かれるけど、うん、私は逆にしすぎちゃうからな。ほう、レストしすぎちゃってタイムアップになるってこと。うん、なんか去年はなってないけど、お年が結構それ多くて、ほうほう、まあでも大体オブザメで、うん、レストポイント、レストポイント見つけて、ほう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 、そこまで本当はここまでガーッと登って、そのレストポイントでしてガーッと登ってするとか、私結構でもこまごま入れる。ああ、こうやって行って取って、チョークアップはしないけど、ちょっと一回シュッて振って取って、シュッて振って、そうそう、ね、こまごまとこうちょくちょく入れてシェイクしながら行って出してシェイクして、うん、ロングレストじゃなくて本当スープでちょっと軽く振っての方がいいかもしれない、うん、結構ボルダラーだとさ、うん、そう、ボルダラーの方なのかな、きっとかもしれないね、うん、でもやれば、やっぱりリードいっぱいやれば、うん、なれるよね、なれるよね。ちなみにさ、そのレストポイントを、まあ、オブザベでして、あ、ここだみたいな感じで見て、うん、ここじゃなかったみたいな時あるあるある、あるでしょ、そういう時どうしてんの。頑張る、懺悔するの。あー、ここじゃなかった、間違えたみたいな。いやでもどうだろうな、でももうここじゃなかったって思ったらとりあえず進むしかない。そうだよね、うん、進んで進んで、それであーレストできるかもしれない、よしよしよしって進むところで。そうだよね、うん、まあレッドポイントを狙うんだったらそうだよね、レストポイントをこうしっかり決めてるけど、うん、しっかりオンサイトだったらまあレストポイントじゃないかもしれないから、うん、実際その窮地に陥った場合はそこで無理にレストしないで突っ込めと、うん、ほうがいいね。そうだね、まあでもあとはまあ力が入りすぎちゃってるからレストできてないっていうのも。ああ、確かに、まあ、まあそれが多分一番だと思うんだよね。確かに、この肩もずっとガッチリ入った状態でレストしちゃってるのが抜かない。そうね、私結構逆にそれが問題だけど、緩いからね。こうやって結構もう脱力して休む時は休むから。まあその一概にでもさ、そのよくそのクライミングジムとかで初心者のように教えスタッフが教えがちなのが、あの手は伸ばした方が楽ですよって言うじゃん、うん、でも一概にそうではないんだよね、うん、要は重心がさ、どれだけその足スタンスにこう近いところに乗れてるかどうかとかっていうのも重要で、あのこうやって伸びきってレイバックしてるよりもスタンスに完全に乗り切ってこうやって引いてた方が楽な時とかあるじゃん、うん、だからクリップとかもそうだよね。そう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 、なんかいちいち伸びてたら遠くなるし、もう登るムーブの途中で曲げながらクリップして、そのトマー君とか足切って浮いてクリップしたりとかするから、うん、意味わかんないけどあとはまあ握り込みすぎちゃってる。ああ確かに、親指つかなくていいところに乗せちゃったりとか、うん、それでも難しい。結構私も昔ガバの持ち方どう持てばいいかわかんなかったガバの持ち方どれがいいんだろうと、こう持てばいいのか、うん、なんかちょっと添えた方がいいのか、3本でガーってオープンで回し込む。難しいな、ガバの持ち方。うん、昔の中学生で、うん、普段使っているシューズは何ですか。リードはリードはフューチュラ。これがリードの本気シューズ。磨けばよかった。大丈夫、いつもみんな切ったね。いただきました、切ったね、フューチュラ。これがリードの本気シューズ。リードの本気シューズ、へー、そう、なんか2がいいの。フューチュラは2がいい。2がね、私結構2好きで、うん、2好きというか得意で、うん、結構みんなヒールでやってるとこも2でリードに登ったりしてて。なんで体が柔らかいからかな。いや、あまり柔らかい。柔らかい、うん、じゃあ硬いから2使ってるか。ヒールが回らないから。ヒール、なんでだろうな、なんかあんまりヒールのかけるのも上手くないっていうのもあるし、トゥーの方がなんか力入れなくて済むから。あ、確かにね、引っ掛けるだけ。そうね、うん、おー、結構昔ながらのクライマーってあの、うん、トゥーでこうなんかトゥーかけてひねって、あ、まあ、ちょっと今日みたいな体勢になる、それでこう結構リーチ伸ばしたりとかっていうのにこだわる人多いよね。うん、重心下げた、うん、そう、トゥー力、リードだと特に力使わないし、うんうんうん、意外と距離出たりするしね。確かにね、ヒールよりトゥーの方が距離出る。距離出る。位置が短い子は確かにその方がいいかもね。うん、
そう、レストそれこそレストとかでも、うん、トゥーだとなんかあんま力使わないで休めるから、うん、ヒールよりも、フューチュラはトゥーがいい。まあ確かにこのアッパーの部分なんかこのね裏のこのソールから繋がってきてるもんね。うん、これ同じ素材使ってんのかな、ここ。そうなの、同じっぽいよね、繋がってるから、うん、そういうことか、うん、信頼できる。もともとパイソン入ってて、うん、パイソンもすごいトゥー効くし、うん、よかったんだけど、ちょっと足に魚の目がもう痛くて痛くて。どこ、魚の目どっちにできたの？左、あ、両足、全部両足、全部じゃない両足、全部全部じゃない、薬指両方にできてて、ほう、そう、なんか結構それが辛くて、うん、違うだと大丈夫で、で、フューチャーの方がちょっとヒール良かったかな。へ、そうなんだ。私はこれさ、あのフューチャーってそのいわゆるノーエッジみたいな感じだけども、うん、ノーエッジと普通のそのエッジのあるスポルティバのシューズ、うん、違いは分かる？結構私はあんまりこだわらない。そう、俺も分かんない実はこんなこと言っちゃっていいのかもしれ、分かんないけど、あんまりこだわらない。なんかでも先っちょとんがってるから、うん、なんか私はなんかいい、あ、なんかなんだろう、書き込みやすい、うん、フューチュラは。そう、スクアマは逆に結構丸いでしょ、うん、丸いからとんがってるって この角度があってね。ここがここが、うん、ここがフューチュラーじゃなくてスクアマはなんか丸いから、私は最後のギリギリの足残しとかが、まあ、やりづらいな、うん、リードではホルダーでは逆にポテトからもやりやすくてすごい良くて、そっか、そう、だから使い分けてる。めいちゃんのリード本気シューズね、うん、確かにフューチャーは本気シューズの人多いよね。うん、あのレイさんって多分、うん、そう、レイ君も。俺もフューチャー履きたかったんだけど、これ高いじゃん。ああ、そうだね、買ってねえから分かんないなそうだねって言ったけどフューチャーね、そういう問題があるんですよ。パイソンとかよりは寿命が長い気がする。そうなの？私はパイソン結構短かったじゃん。めちゃくちゃ柔らかいからね、全体的に、うん、まああとコンペで履いてたから、うん、滑りまくって完全にソールが入っちゃった確かにな、パイソンは消耗品だよねなるほど、じゃあ、今後の目標について何かよく聞かれるね今後っていうか、まあじゃあ今年、とりあえず今年の目標を。今年の目標、うん、まあ、まず、リードで表彰台になりたい、ね、リード表彰台、ワールドカップで、ワールドカップ、まあそう、まあワールドカップでメダルが欲しいね。メダルが欲しいメダル欲しいね。まああと世界選手権も日本であるから、まあ、まずその選考の大会、うん、コンバインドジャパンカップで勝たなきゃならないから。なるほど、そう、それ頑張って3種目やって、3種目やってスピードも結構これからやってくるんだもんね、うん、やらなきゃやらなきゃいけない頑張ってください、うん、応援します、ね、あ、ありがとうございます今日はありがとうございました。あ、ありがとうございます。じゃあ、またあのメダル取ったらそのメダル持ってきてもらうためにも、うん、またお招きしますんで。了解。その時はなんかね、その時もまだユーザーかもしれないけど、うん、ご近所さんかもしれないけど、まあ、またそしたら呼ぶかもしれないので、よろしくお願いします。あ、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。マヨネーズ買ってね。マヨネーズでもクッキー作れます。ほんとほんと、作った作った。わかったわかった、乗せる乗せる